モストは今後どう生き残るかモストというのは私が広めようとしている大学群です。私が思いついたわけじゃなくて、ある大学の教授が思いついたのをご本人の許可を得て私が使っています。モスト、武蔵野、オービリン産業能率、対象です。で、モストという言葉で最高の教育を追求する大学群であるというふうに定義しています。マーチと日東駒線の間に先生名学、 それから、独国部があるように、日東駒線と大東亜帝国の間に持つと位置づけたい、学力的には東京経済や神奈川もいるんですが、この生成名学独国部が持っている上品、都会的、質の高い教育、優秀な学生、綺麗なキャンパスの、まあ、ぶっちゃけ日東駒線の下バージョンみたいにしたいなと、この武蔵野 o b 林産業能率対象、なんとなくちょっとリッチなイメージあると思うんですよ。都会的な まあそういう感じで、で、あとはやっぱり一番 PR したいのは、マンモス大学と違う教育の質の高さ、中身で選ぶ大学という大学群を首都圏で作っていきたいなと考えて、これを一生懸命広めようとしますんで、皆さん、どんどん使ってください。で、これらが今後どうなっていくのかというのを4個1つずつ見ていきたいと思います。まず、武蔵野大学です。文学部の短科女子大だった武蔵野女子大学時代と比べると、信じられない ブランド力のアップと規模の拡大に成功し見事な総合大学になりましたがそろそろ拡大路線が限界に近いのではないかそれと、えー、文系三教科入試の英語の配点を150に上げるなどしてマーチに挑んだんですが現実的には指定校推薦でたくさんの高校に指定校をばらまいてごっそりと取ろうとした時期もあったりして結局受験の科目とか英語とかをマーチ並みにしても 受験生の取り合いでニットコマセンに勝てない。高学力層の獲得も限界に来ていて、ガラスの天井にぶつかっているように見える。あとは、ウェルビーイング学部、データサイエンス学部、アントレプレナーシップ学部、サステナビリティ学科など、面白学部学科いっぱい作ったんですが、データサイエンスは早めに作って先行者利益が大きいし、職業専門性も高いんで、まあ良いとして、他の学部学科が、 他の大学にないために上位大学受験層が来るかって言われるとちょっと厳しいのかなというのと、拡大路線でどんどん作ってきた法、経済、経営、あとはまあ文学部とかが、えー、伝統学部がですね、こういう、特に個性がない。別にニットコマ線もいいよって言われたら終わりというですね。あとは工学部が弱い。もともと環境学部だったですね。 でその前はなんか家政学みたいな雰囲気だったんですけどこの工学部サステナビリティ学科と数理工学科と建築デザインしかなくて、えー、情報工学すらない、まあ、数理工が情報と言われればそうなんですけど何もですね機械電気建築土木応用科学全部揃えるとは言いませんがちょっとこの工学部の基幹産業に結びつく学科がないのがちょっとその高4工大4理工とかその ニットコマ線レベルの工学部と競争する状況になってないんじゃないかな。で、教育の中身については、武蔵野大学って昔はかなり PR してた気がするんですが、気のせいか最近あんまり言わなくなってるのかな。で、教育の中身で選ばれる大学になってほしいので、新学部名よりも教育の質、で、意外に個性がない、大きく大学のブランドを上げた看護、薬学、教育とかであっても、上位大は存在するわけだし、 人間科学部、人間科学科がまあ心理学やってるんだけど心理学科じゃないというあたりで、かまあ、拡大路線、上昇志向の限界に差し掛かっており、何かもうちょっと中身がいいよっていう方向に行くしかないんじゃないかなっていうのが武蔵野です。オービリン申し分ない個性化です。親御さんの世代と違って、昔のオービリンってえ文学部、経営政策学部、 経済あったのかなちょっともう遠い昔なんで忘れちゃいましたが、学軍になって、かなりの個性化をしてますね。まあ、あの、新宿にやってきたビジネスマネジメント学軍は、エアラインビジネスが目玉ですし、航空業界にもう全振りしてですね、航空マネジメント学軍、パイロット、航空管制、航空機管理、空港マネジメントなんていう、とにかくもう飛行機業界大好きな受験生だけを集めたり、健康福祉学群も、スポーツ、保育、 社会福祉、実践心理学、精神保健福祉など、まあ、この分野、ほっとくと福祉って不人気になりがちなのを、まあ、健康まで広げて、拡大路線、あとはまあ芸術を持ってることですね。演劇、ダンス、音楽、ビジュアルアーツ。えさらに、外国語系はグローバルコミュニケーション学群。また、えー、探求にすごく力を入れている高校を応援しようと。教育、探求科学群。まあ、これ、教育学部じゃないんで、法制のキャリアデザインに似てるかなと僕は思うんですけどね。 また文学や経済は全部合体して、リベラルアーツ学群にして、ICU 化するということで、申し分ない個性化はしてますが、工学部がないのが気になる。とはいえ、今更作れとは申しません。ただ、いわゆるちょっとですね、文系寄りの、特にここはビジュアルアーツ持ってますから、メディア寄りの情報系が欲しいなと。そして、個性化することの欠点は、 なんんとなななく日東駒線っていいう人が取れないんですよなので、一般選抜の話で言えば、ニットコマ線受かっちゃったら、絶対そっち行きますよね。だそういう人をどう奪えるか、桜美林大学は、大学自身じゃなくて、受験生の側にも個性化を求めてるんで、総合型選抜にすごく注力してるんですね。あなたはユニークだよ、個性があるよ、高校で探究頑張って、総合型で桜美林に行きなよ、オンリーワンのあなたはというのが、桜美林の路線で、 僕はこの路線は正しいと思う。問題は、他大学や高校側が指定校と一般ばっかりなんですよ、東京は。戦いにくいんです。その、探究頑張って個性出して総合型でユニークな大学行こうっていうオービリンが少数派で、実際にはごっそり指定校出してくれるからマーチからニットコマ線にドバッと行く、あるいは一般選抜の学力で行くというのが東京主流派でございまして、 正直大びりに戦いづらいという環境ですね。産農大です。産業能力大学はぶっちゃけ単価大すぎる。中身経営学だけですからね。経営学部のマーケティング学科と経営学科。えー、伊勢原キャンパスが情報マネジメント学部、現代マネジメント学科ということで、これ全部経営学部です。産業能力大というのは経営学の単価大なんですね。郊外の伊勢原キャンパスが 自由が丘の経営学部に比べてなんか不人気みたいに見えますが神奈川県の人口は中国地方全体より多いので東海大学同様に不便だという扱いは受けません神奈川県の人にとって伊勢原悪くない東京都心行くよりもなのでこの情報マネジメント学部2軍っぽいですけど持ちこたえてますが単価大すぎるでな中身のコースを見ると観光国際スポーツデジタルコンテンツ デジタルビジネス、企業といったように、なかなかその経営学の中でも拡張して面白いことはやってるんですよ。なので、産業能力大学は今のような単価大路線では獲得できるお客さんの数に限界がありますから、これらコースを学部学科化して、もうちょっと総合大学路線になっても良いのかな、何か独自性が欲しい、座学の経営学じゃなくてアクティブなプロジェクトマネジメント的な経営学だ。 プロジェクトベースとラーニング的な経営学だっていうのは評価高いんですけど、すごく狭い市場を掘ってる感じがして、もう少し色々手が打てるような気がします。最後、対象です。対象大学はやっぱり何と言っても、えー、設置学部ほぼ全部人文系というですね、経済経営法とかがないところが特徴ですね。あとは、えー、表現学部が大当たりしてまして、非常に人気。で、ここはやっぱりコンテンツ。 コンテンテツ産業に強い。だから大正大学は人文 ×IT× コンテンツの大学っていうのが突破口になって個性が出せるんですが個人的には社会学が欲しい僕大正大学の人間学部社会学科に合格してたんですけど社会学科なくなっちゃったんですよ人間科学科になっちゃって身体運動系とか心理学とか社会学が、まあ、あるんですけど 要は、社会学部、社会学科にするだけの規模がないんですね。ただ、ニーズはある。正直、大東文化の社会学部とかに行かないで対象行ってほしい。それと、大正大学、学部多いんですけど、全部人文系なんで、日東駒線の社会科学系学部落ちを取るのが実質的には困難です。経済、経営、法、省、社会学部あたりを受ける人で、日東駒線無理だった人を取るっていう時に、その、 対象に来るのかっていうと、そういう学部がない。地域創生学部、地域創生学科は実は学位経済なんですけどね。僕は経済経営法、小、落ちを地域創生学部で取りたいんですが、まあ残念ながらまだ受験業界に、あの、学問領域が近いということが浸透していない。それと、一般選抜主義の東洋大学ですら、えー、指定校をばらまく上位大学、ライバル大学に負けそうな時代に、対象大学が、 この日東駒線落ちを取るっていうルールのもと、まあ持ちこたえてきたわけですけど、今後、一般選抜重視路線を大正大が貫けるかどうか、年々苦しくなってくるはず。あとはここ、まあ、仏教系の大学であることもあり、国際系の学部がない。まあ、立証もないし、駒沢もないんですけどね。まあ、駒沢のグローバルメディアスタディーズは国際系っちゃ国際系なんですけど。なので、大正大学に関して言えば、英語得意な人はあんまり来ないので、国語と、 私歴公民でやっていけるので、国際系は別になくていいかな、というふうに個人的には思いました。まあ、あの、仏教学部とか文学部で国際系の勉強できるんですけどね。ということで、大正さんの大ビリ林武蔵野、モスト。これは、何でもかんでも偏差値ではなくて、いい教育をやってる中身で選ばれる、上品で都会的で質の高い教育、あとは優秀な学生を獲得する、キャンパスが綺麗というあたりで、えー、 生成名学独国部のぶっちゃけ介護官でもいいから、オンリーワンで選ばれる大学になってほしいという大学軍です。私は MOST を応援しています。